機械式アラーム時計のご紹介です。任意の時刻に音を鳴らせるアラーム機能。アラーム機能といえばデジタルな音を連想しますが、機械式時計にも存在します。機械式時計のアラーム機能はハンマーがピンを叩くメカニカルな機構で、その金属音は繊細で味わい深い音色です。ジャガールクルトのメモボックス、バルカンのクリケットなど、これまで様々なメーカーがアラームウォッチを手掛けてきました。デザインや時刻を確認するだけではなく、それぞれの音の違いを楽しむのもアラーム時計の醍醐味かもしれません。今回はそんなアラームウォッチの中でも人気を誇るレオニダスのアラームウォッチをご紹介します。はっきりとした力強いアラーム音が特徴の当モデル。文字盤はシルバーカラー。アンティークならではの経年変化が加わり、今ではクリーム色に変化しています。アラビア文字とくさび型インデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。アラーム針も入れて 4H の構成です。アラームのオン・オフが一目でわかる窓が9時1に配され、ユニークな風貌です。ケースはダブルリューズのラウンド型。裏蓋はスクリューバックです。ベルトは社外製ですが、未使用の本革を装着。購入後すぐに気持ちよくご使用いただけます。洗練されたデザインのアンティークアラームウォッチ。コレクターの方にはもちろん、人とは違ったおしゃれを楽しみたい方にはおすすめしたい一品です。レオニダス。レオニダスは1841年に創業された有名メーカーです。特にクロノグラフのムーブメントに定評があり、1964年にホイヤー社、現在のタグホイヤー社と合併し、ホイヤーレオニダス SE に改名。両社の技術とデザインで優れたクロノグラフやストップウォッチなどで世界のトップブランドに成長しました。現在はレオニダスという社名はありませんが、多くのヴィンテージ時計が残っており、ファンに愛され続けています。